昨日映画が初日を迎えまして、今週末たくさんの方がこの作品に触れることになるわけなんですが、改めて今の気持ちを聞かせてください。はい、皆さんと同じように、すごく僕も緊張しています。どんな内容かは多分マスコミの関係者たちのね、記事とかで、少しこういう内容だろうねっていうのはもう分かってらっしゃってるかもしれないですけど、非常に、想像以上ここまで言ってくれるんだっていう、内容と、私たち、ジェジュンのことよく知ってるけど、なんでこういうところを知らなかったのっていうところまで、いろんな、内容の映画になっております。やっぱ自分を見られてる感じするでしょ、この作品に関しては。もう裸のジェジュンを見せちゃうみたいな感じなんですね。あ、今も会場でキャーって言ってますね、皆さんね。裸のジェジュン、一言でもう会場が燃えています。アーティストのドキュメンタリーっていろんなね、こうパターンがあると思うんですよ。音楽ドキュメンタリーだったり、人生ドキュメンタリーだったり、でその中でそのジェジュンさんのドキュメンタリーを撮るにあたって、今回ある種のロードドキュメンタリーというか、ロードムービー的な要素もあったりするわけじゃないですか。この映画をこう作るにあたってどういう、話があったんですか。そういういろんな形のドキュメンタリーある中で、こういう、方法でいこうよっていうのはやっぱり監督のアイデアがあったんですかね。そうですね、車の中でインタビューをしながら、質問したり答えたりする、なんかそういうやり取りの中で、やっぱ運転に集中して、やっぱもう何もかも素直に答えちゃうっていう自分と、ここまで言って答えていいのかっていうことを、そして、答えた後、多分この話を言っちゃって、多分その話の中に関われてる、いろんな人のことを考えてみると、その関わっているその人たちって、僕のこの答えで、みんな喜ぶか幸せになれるかっていうことも心配しつつ、すごく複雑な心境でインタビューをされたんですけれども、なので皆さんも、多分ご存知の通り、僕が話した 100% の内容の中で多分、半分以上、約 80% ぐらいは編集されている映画になっているんですけど、それがうまくなんか編集できたのかな。今度は流れとしてその空気が途中にこうなんか切れている、なんかそういう感じを皆さんが感じたらちょっと申し訳ないなっていうのもあるんですけれども、そういうのをちゃんと理解していただいて、ご覧になってほしいですね。ありがとうございます。さあ、今日はですね、イベントの前にツイッターでジェジュンさんにお聞きしたいことをファンの皆さんから募集してまして、たくさん質問いただいてましたが、ちょっとお時間にも限りがありますので、全てにはお答えできませんけれども、いくつかご紹介したいと思います。一番大きな夢ですか。はい、一番大きな夢って何だろうね。結果僕そして、含めて周りの、そして本当に温かくいつも僕のそばで僕のことを見守ってくださってる皆さんと、本当に何よりも健康で元気で、これから過ごすことが一番正直大きな夢なんですね。なので、僕は僕で一生懸命頑張って、いい活動を、することと、皆さんは皆さんで、健康で、いてくれることですかね。そうですよね。本当に健康が一番大事というか、いつまでも一緒にいられるってことが大事ですよね。
まあ、今ですからね、今、まあ、大声で叫べるとしたらっていう。今の心境でですか、まあ、今の心境でですと、はい、やっぱまあ、今あの画面であの皆さんのところも多分ちゃんとあの映っててよく見えてるんですけど、はい、うん、久しぶりにつなげてもらったので皆さんにこう叫びたいですね、うん、あ、じゃあ今叫んでいただけますか。お願いします、はい、皆さんお元気でしたか。若干中山美穂さんかと思ってしまいましたけれどもすいませんいや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 、あ、お元気でしたって反応してらっしゃいます。はいはい、大丈夫です。あ、でもそうです、ね、本当何より知りたいことですかね。あ、素晴らしい。あ、みんなこう丸ですってね、そうそう、皆さんマスクしてますから丸で、はい、挨拶してくれてますけれども、はい、まさかね、お元気でしたかっていうことが一言、はい、叫びたかった言葉ということでございました。はい、ありがとうございます。はい、皆さん、雨の中、わざわざこう見に来てくださった皆さん本当にありがとうございます。そしていつもこう、まあ、大事なことがあるたびこう雨を降らせるこの雨男で本当に申し訳ありませんそうだ、いつもそうなんですね本当に本当申し訳ありません。いつもこうまあまあ、プロモーションとして皆さんにこうお話ししたのがこの映画でもっと僕のことをなんか知っていただきたいっていうことを、まあ、いつもお話ししたんですけど、今日このドキュメンタリー映画で僕ジェジュンのことをもっと知って、もらえると嬉しいなと思いながら、まあ、少し恥ずかしくなるようななんかそういうところも結構、まあ、内容的にたくさん生えてると思いますけど、はあ、まあ、でもそれ以上もっと話してないお話できなかった、ところもそれもたくさんあるんで、この映画で、もっとこれから、お互いもっと知りたくなるようなそういう絆のこう深い関係でいられたらもっと嬉しいなと思います。皆さん、楽しく泣かないで笑いながら笑顔でぜひご覧ください。ジェジュンさん、韓国からありがとうございました。フリアさん、リヨンからありがとうございましたどうもありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、また会いましょう。